どれにするんだい？どれにいたしましょう。どれにします？どうぞ、ごゆっくり。いらっしゃいませ。なあなあ。よし。よし。はあ。へえ。よし。こんにちは。はいよ、いらっしゃい。
どんなご用だい？
よし。あれ？日焼けした？なんか雰囲気が違って見えるんだけど。そうだ、この前はごちそうさま。素敵なお店だね。あんなにくつろげたのは久しぶりだ。そう言ってもらえて嬉しいよ。近頃は怪盗団を支持する人たちから疎まれているみたいだからね。それより君の学校大変みたいだよ。例の体育教師の問題行動を学校ぐるみで隠蔽してたって報道されてる。被害に遭った生徒は大人の勝手な都合で泣き寝入りするしかなかったなんて。どんな理由であれ絶対に許されることじゃない。何かあったら言ってくれ。早く収束するように僕もいろいろ動いてみるから。ちょっと、電車の広告見た？マスコミが学校に来んだぞ。興味くらい持てっての。怪盗騒ぎの囚人学園、校長ら教職員が組織ぐるみの不祥事隠し。もうすげえ騒ぎになってんだから。これ校長とか大丈夫なの？てかさ、大物狙ってって大正解だったな。どこも俺たちの話題で持ちきりだ。もっと、ごめんなさい。ああ、大丈夫。今の子、ありじゃね？怪盗団今来てるからさ、誘ったらいけっかな。実は俺、怪盗なんだけど。って言えねえとこが辛いんだよな。先生もやったんすか？隠蔽。私だって初耳。警察に聞かれても適当なこと言わないでよ。ほんとこんなんばっかで。また親戚中から電話来る。ああ、ちょうどよかった。
これもしかして聞いてるかもしれないけど、修学旅行の話、今事件のことで学校に警察がまたいろいろ入っちゃってるでしょ。それで引率の先生の何人かが事情聴取に呼ばれることになって、ちょうど修学旅行の日と重なるのよ。聞いてます。でね、さっき職員会議で出た話なんだけど、3年生に代理の引率頼むことになってね。新島さん、悪いけどお願いね。はあ？ほら、今年の2年生何かと癖の強い子が多いでしょ。受験で大変だろうけど、新島さんの成績なら大丈夫だと思うし、お願いできない？心配いらないって、あなた以外にも何人か行くから。そういうことでしたら。本当？助かった。じゃあ話進めとくね。ちょうどいいか。いい？あれあれ、聞いてるのか？
し。何か用ですか？ありがとうございます。何か用ですか？どうぞ。うん。いらっしゃい。あなたの奇跡です。このペプソン王の代価を手はお持ちなさい。終わりですか？なんだ、せいぜいあがけよ。だよね。
いよいよだな。何が飛び出すか。おい、なんだか変な感じだよね。普通の格好で君の部屋とか。メイドのバイトきっぱりすっぱり終わったから。それに生徒ともね、相談とか結構受けたりしてて。それでそのあの話なんだけどさ、その前の付き合うかどうかの話。ごめんなさい。ちゃんと考えたんだよ。本当に嬉しかったの。あの時君が言ってくれて。私も自分の気持ち気づいたの。でも私教師じゃない。それで君は生徒だし。ただでさえ君微妙な立場でしょ。もしバレたら定額程度で済むかどうか。大切だから我慢するの。気にするでしょ。ああもう、なんでそんな OK される前提なの。引き下がるのバカみたいじゃん。はあ、諦めるつもりだったのにさ。しょうがないな。どうしてこんな女、物好きな高校生だよね。それとも怪盗やるような子ってこういう趣味なの。だって高瀬さん夫婦の件、私にとって都合良すぎるもん。私の都合を知ってるのは君しかいないじゃない。そうね、安心して。バラすつもりなんか全然ないし。いろんな評判あるけどさ、怪盗団は私みたいの助けてるんでしょ。君らしいよね、そういうの。最初は前歴ある問題児とか思ってたけど、一緒に過ごしてきた今なら納得できるんだ。私応援する。君は単なる生徒でもお客さんでもない。教師としての道を築かせてくれた子だもん。どんな生徒も見捨てない新しい道を。うん、今度こそ生徒のために、君のためにね。我は汝、汝は我。汝ここに契りを結盟の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らう。今こそ汝、節制の究極なる秘王に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。
でも人生って何が起こるか分かんないもんだね。教師からメイドになって、次は高校生と付き合うことになるとか。ご主人様から恋人になった君はさ、何かしてほしいことある？メイドじゃなくても聞いてあげる。しょうがないな。ほらどうぞ。こういうとこは年相応だね。見た目じゃわかんないね。絶対草食系だと思ってたのに。今日さ、もう少し一緒にいてもいいよね。忙しい？保管した証拠品のリストアップよ。バイトでもできそうな雑用、こんなことしてる暇ないのに。職場だとイライラが顔に出そうだから持って帰ってきちゃった。お疲れ様。片手間にこなせるほど怪盗団の件は甘くないのに、マスコミも無神経に騒ぎ立てるから聞き込みでも警戒される一方よ。先月だって情報を握ってそうな男から何にも聞けなかったわ。脅しまで試したのに。強めに問い詰めたってだけ。ああ、そうだ、私来週から修学旅行、引率の先生が事情聴取だから、その代理。いいんじゃない、学校側に貸し作れるし、受験には差し障りないんでしょ。それは大丈夫。お風呂先でいいよ、私勉強あるし。じゃあそうしようかな。これでいいのよね。ああ、誠？はい。歯ブラシ買いたいんだけど。あ、買い置きあるよ、棚のとこ。ありがとう。嘘、もう早いね。ゆっくり湯船に浸かる気分でもないし、あと少しなのに。あ、お姉ちゃん。何？新しい入浴剤買ったんだ。さっきの棚にあるから入れといて。うまくいったみたいだな。さて何が出てくるかと、その前に学校だ。ざけんな。
手並み拝見です。これだ。やりますね。はい、これ一応やれてると思うけど。ふんふん、任せろ。うわ、これ全部もらってきたの？全部ハワイ？どうせおとなしくしろってんなら楽しまなきゃ損だろ。見ろよこれ、なんかビーチででかいウミガメの見物あるらしいぜ。カメよか料理でしょ。こういうサイズの分厚いステーキ、日本だとあんまないよね。あと、マヒマヒ？何これ、シイラって魚？美味しいの？どこの学校もシーズンだな。うちも修学旅行なんだ。そっちはどこだ？ロサンゼルスと言ってたな。似合わない。ユウスケは日光とか奈良とかじゃん。なんだって足しになるさ。日本画の岩絵の具だって元は伝来したものだ。ハワイとロスな。お前ならどっちがいいよ。それどこの国？うちだ。もしかして飛行機怖いとか？しばらくお別れってわけか。お土産買ってきてあげるね。お、データいろいろ出てきた。ざっと見た感じだけど人為的で一連性だって。偶然廃人になるわけじゃないって意味よ。犯人がいる、事件だってこと。っていうか廃人のことだけじゃないな。前から騒がれてる精神暴走事件ってのも同じ一連の事件って呼んでるっぽい。さすが誠の姉貴。全部解析するのにどのくらいかかりそう？量があるから一晩じゃ無理だな。でも旅行から戻ってくる頃にはなんとか。報酬はね、ハワイとロスの土産な。なんか双葉、相変わらずすごいね。情報戦ってのハイテクで今時っていうか、ちょっと映画みたい。別に怪盗なんだから当然だろ。我が輩だって車になったり。張り合うなって。なんだと？モルガナは今のままでいいの。生意気可愛い感じ。可愛い。アンドの我が輩は。さて、続きは旅行から帰ってからだな。それまでに怪盗団人気がどんだけ高まってっか楽しみだぜ。
じゃあな。悪質なゲーマーか。メメントスの可能性もあるな。セントラル街のゲーセンだっけ。まずは見に行ってみようぜ。よし。Thank you.
れやれ。いいぞ。どうする？どちらになさいますか？ごゆっくりどうぞ。何しますか？よし。
帰ったか。I'm a